皆さんこんにちは。 K スタンダードスタイルの K です。今日は僕の手持ちの靴の話をいたしたいと思います。4年前に会社をリタイアしてからスニーカーが中心の生活なんですけども、それまでは当然ドレスシューズがメインでした。なことで意外と持たないようで持ってるんですよね。そこで僕の持っている2つのブランド、ジョージ・クレバリーとオールデン、ちょうどブリティッシュ時代とIB 時代、ここに分かれます。80年代のニュートラからブリティッシュへの移行、それから2000年代に入ってからの IB への復帰、それに伴いシューズもクレバリーからオールデンへと移ります。その辺を2回に分けて解雇してみたいと思います。ジョージ・クレバリーは93年にジョン・カネーラとジョージ・グラスゴーの2人によってもう一度再建されたブランドです。以前はジョージ・クレバリー氏が58年に創業し76年に閉店するまで続いていたビスポークの名門のブランドです。そのブランドをロイヤルアーケード内に再度オープンいたしました。そこから僕は顧客になっていました。その前はポール・センスコーンというブランドで、そこも改修されてニュー・アンド・リングウンドというジャーミンストリートに通じるアーケードの角の2階にシューズコーナーを持っていました。僕はそこへの飛び込みから顧客へとなりました。その当時接客していただいたのがグラスゴー氏ですね。そこを訪れたのが85年以降ですね。世の中も僕も IB スタイル、ニュートラッドスタイルにちょっと壁を感じ、僕はその後セビルローにハマるようになりました。約15年ぐらいですかね。当然セビルローのスーツに合わせ靴も大幅にチェンジになりました。ですから靴とスーツは相関してるわけですよね。僕のビスポーク時代がイギリスのシューズの時代ということですね。前置きが長くなりましたが、これが第1回目に買ったと思われるポール・センスコーンのシューズです。まあそこはリペアしてますのでお見せするようなわけにはいかないんですけど、形がすごく綺麗です。この少しとんがってるけど柔らかい丸みのあるこの形がポール・センスコーン、そして後のクレバリーの特徴となりますね。そしておよそ2、3足目のオーダーをしたのがこのチャッカーブーツです。このように U チップのドレス仕様にチャッカーブーツの要素を加えました。実はこのモデル、もともと普通の U チップのドレスシューズでした。僕はチャッカーブーツが大好きなので、これでチャッカーブーツにできないかというふうに考え、グラスゴー氏に相談しました。ということで生まれたのがこの僕の考えたチャッカーブーツです。後日談がありまして、グラスゴー氏が店頭に飾りサンプルとして置いていたところ、日本のセレクトショップからもですけどオーダーがつき、うちの定番とすることにしたということで、嬉しかったですね。自分の考えたものが世に広まるということで、というかデザインしたというわけじゃなくて着火物にしたというだけの話なんですけどね。今はそこをこのようにビブラムソールに変えちゃってます。これは80年代後半のやや先がとんがり丸みというポール・センスコーン独特のスタイルとはなってます。ジョージ・クレバリーの
ラインナップです。僕の所有しているクレバリーの現在のストックです。この中から何足か思い出の話をしてみたいと思います。やはりクレバリーで思い出に残るのはタバコスエードの内バネのシューズですね。この色とこの形に勝るものはないと自分では思ってます。僕のスタイルにちょうどぴったしなんですよね。トラディショナルのスタイルにも通用するブリティッシュな靴というカテゴリーでしょうかね。90年代に作ったものなので随分履きましたね。さらに自分の好きなサドルシューズですね。それでも作っていただきました。タバコスエードのスエードですね。サドルシューズ、ちょっと色は明るく映ってますけども、もう少しダークな色合いです。僕がチャッカーブーツとサドルシューズが好きなのは、学生の頃出会ったヘイワードシューズの影響があります。ヘイワード靴店のサドルシューズとチャッカーブーツが大好きで、まあ、2、3足は買ったと思うんですけどね。それの延長上ですね。どんなスタイルでもサドルシューズを考えちゃうという、そういう癖がありますね。素敵なフォルムですよね。タバコスエードではもう一足、外バネのウィングチップですね。これは主にツイードなんかに合わせて履きましたね。これも色がちょっと明るく映ってますけど、バックの壁のような色ですね。でもってこれは途中でビブラムにソールを変えちゃいました。これも当時のブリティッシュカントリーなことを意識した名残でしょうかね。タバコスエードより若干明るいんですけど、ライトな、まさにダーティーバックス調のカラーですね。最近これ履いてないのはちょっととんがり具合が多いので、少しとんがってますよね。なことでもったいないんですけど、最近履いてません。いずれ履く機会もあるんじゃないかというふうに思うんですけど。これも底はビムラムにしています。そしてダーティーバックスというよりも明るいエクリューというんですかね。そういった色のスエードですね。オカメがなかなか素敵にかかってますね。ネイビーやブラウンのスーツに合わせてこのようなライトなシューズを履くというのは、ちょっと飛んでるパンクなおじさまだったんでしょうね。スエードの最後はダークブラウンとブラックですね。オーソドックスな、少しとんがり具合のオーソドックスなスエードのシューズですね。こういったフォルムです。それからこれはブラックですね。これはあまり履く機会がなかったですね。ちょっと黒のスエードを履いてみたいという時期があったので購入したんですけど、結局あまり履くことがないまま今に至っています。合わせづらいんですよね、黒のスエードというのは。一日に何回も履き替える方ぐらいしか使う機会がないような靴ですね。次は僕のサドルシューズ好きが高じて作った靴となります。このシューズなども底のリペアを何回かしてますので、当初の形からは多少崩れてきてるとは思いますけど、クレバリーの創立当初に作ったサドルシューズですね。すごく可愛いというかキッチュなスタイルですね。トラッドモデルにも愛用するようにしてました。とにかくサドルシューズが大好き男だったもので、この辺の靴を何足か買いましたね。これは夏によく履いたシューズですけど、スエードのサドルシューズですね。やはり後で述べるオールデンなんかとは違った
スマートな味わいがありますよね。コバが出てますのでアメリカンスタイルにも合うんですけど、シルエットがスマートですよね。遊びの靴のついでということで、コンビのスリッポンですね。ちょっとウィンザー香的な匂いで履いてみたいなと思って購入した靴となります。それからタッセル付きですね。この文字でお分かりの通り、ほとんど履いていません。ちょっと足に合わなかったということもあるんですけど、ここまで洒落た靴をちょっと履くというのはなかなかないですね。作った時はどんな気持ちで作ったのか覚えてないんですけど、よくぞまあこんなものを作ったなという感じで、ほとんど履いてませんね。今後も履く機会があるかどうかでしょうね。変わり映えしないデザインなんですけど、逆に結構履いたというのにシングル文句のこういった、まあ、スリッポンですね、シングルのこういったシューズがあります。あとブラウンでも。この辺の顔が綺麗ですよね。意外とこういうスリッポンというかシングルモンクのシューズはスッと履けるのでつい履いちゃうんですよね。足に馴染むし、チャッカーブーツ好きなので普通のシューズをよくチャッカーブーツにしちゃうという、そういう離れ技もやりましたね。これもレギュラーシューズだったのをチャッカーブーツに変えちゃったという感じですね。チャッカーブーツに細身のパンツ、こういったのが僕の究極のジェントルマンスタイルでしたね。これはツイードなどの時に重宝しますね。あとは変わり種としては、これはちょっと色が明るく映ってますが、もう少し壁のような色なんですけど、表側での同じモデルの、このモデルがやはり好きなんですよね。初代グラスゴー氏と考えて作ったというチャッカーブーツですけど、シンプルで合わせやすいんですよね。最後に英国調らしいウィングチップですね。この塔のフォルムが英国という感じしますね。丸いのにとんがってる、とんがってるのに丸い、そういった微妙なフォルムですよね。すごくジェントリーな味わいがあります。93年ロイヤルアーケードにオープンした頃はグラスゴー氏も売り場に立ってらっしゃいました。ですから僕の相手をしていただいたのがグラスゴー氏だったんですけど、その後人気急上昇で忙しくなり、店頭は技術者のカネーラ氏が担当していただきました。逆にそれが勉強にもなりましたね。ものづくりしていらっしゃる方ですので、まあその方も10年ほどで若手に移るようになりましたけどね。そういった時の流れを93年からの10年間ぐらい見させていただきました。その後僕はアメリカントラディショナルに回帰いたしますので、シューズがオールデンとなっていきます。今日は僕のジョージ・クレバリーの物語でした。ありがとうございました。